こんばんは。今日は台湾の椎茸と鶏肉のお出汁がたっぷりの薬膳スープシャンクージータンを作ろうと思います。干し椎茸をぬるま湯で戻します。戻ったら、傘と軸を切り離します。椎茸の戻し汁は取っておきます。ネギをぶつ切りに。生姜を薄切りにします。ネギと生姜を少し炒めて、鶏もも肉を入れて焼き色をつけます。焼き色がついたらお酒を振りかけてアルコールが蒸発するまで熱します。アルコールが飛んだら椎茸の戻し汁、お水をひたひたになるまで入れます。今回はだいたい全部で500ミリ程度の水分を加えています。強火にして沸騰したらアクを取ります。アクを取り切ったら椎茸を加えて弱火で1時間ゆっくりと煮込みます。1時間も経つとしっかりと鶏の出汁が出ています。味見をしてお塩で調味をして好みの美味しさになったら出来上がりです。鶏肉と椎茸の旨味がたくさん詰まった温かいスープは風邪をひきやすいこの季節におすすめです。ご視聴ありがとうございました。気に入ってくれたら高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。